はい、皆さんこんにちは。郷原信夫の日本の権力を切るの時間がやってまいりました。279回ということなんですけども、今日はですね、これですよね、これしかないですね。そうですね。はい、ジャニーズ事務所危機対応の失敗から反撃モードへの転換をどう見るべきかということなんですけども、郷原さん、もうすでに他のネット番組でジャニーズの記者会見について、まあこう危機対応が失敗だったんじゃないかという、ね、コメントされてましたけど、そのことはヤフーニュースでも、これがまたものすごいビューだったらしいじゃないですか。ものすごく読まれました。はあ、随分ここで大変な思いして書いたんですよ。3連休の間3連休の間、これは難しい問題だった、本当に。ただたくさんの人に読んでもらったんですよ。なるほど、まずじゃあ聞きたいような失敗という観点からですね、ちょっと解説していただけますか。今回のジャニーズの問題、はい、まあ、創業者でね、経営者だったジャニー喜多川氏の性加害問題について、はいはい、大変な批判を受けてるわけですよね。その批判が最初は全く報じてなかった日本のメディアは、そうですね、それがBBC で報じられてから、はい、どん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 大きくなっていって、今ではもうものすごい炎上状態ですね、このそうですね、はい、ジャニーズ事務所に対する批判が、でこういう状況になってる企業、組織の、まあ、批判非難から、はい、どうやってその組織を、まあ、守るか、というのが一般的に言われる危機対応なんですね。そうですね、はい、今回は10月の2日のね、2回目の記者会見で、NG リスト、はいはい、指名NG記者リスト、はい、NHK が報じたということもあって、はいはい、これがまた大変な話題になって、むしろこの記者会見での対応自体が、まあ、とんでもなかったといって、はい、むしろ大きなその批判につながってる。そうですね、まさに、そういう危機対応の一環として行われた記者会見が不祥事になったって話なんですね。そういうこと、まさにそうですね、はい、まあ、そういう事例ってね、私自身もね、過去いろんな組織の企業の、はい、不祥事対応に関わってきた人間なんですけども、あまり聞いたことがない。危機対応として行っていることが、今回でもね、弁護士がちゃんと、その専門の弁護士が、そのチームが関わって危機対応をやってる、その過程で新たな不祥事が、しかも大不祥事が発生する、これはね、あんまりないことなんですよ。そうですね、それでちょっとね、その話は私なりに非常に関心があったんで、まあ、いろいろこう情報をこう調べてみた上で発言をしてきたということです。なるほど、ポイントはどこでしょう。まず危機対応っていうのを考えるときに、何のためにやるのか、目的は何なんだって考えると、はい、これはまさにその組織の正当な利益を守ってあげるっていうことなんですよね。正当な利益、ね、はいはい、不祥事を犯した、悪いことをしたという組織が相応の不利益を受ける、まあ、制裁を受ける、はい、これ仕方がないことじゃないですか。そうですね、ただ世の中には往々にして誤解を受けてしまう不祥事っていうのが多いんですよ、そうですね、実は、マスコミが単純化しちゃうから、はいはい、もう訳も分からずバッシングされるっていう例もね、やっぱり昔から相当あった、まあ、そういう時にその問題を正しく理解してもらうために、いろんな説明の組み立てをする、記者会見でどういう説明の方法を取るというようなことをしっかり、まあ、専門的な立場からサポートするというのが、まあ、まさに危機管理チームっていうことになるんですね。そうですね、特に弁護士などが関わる危機対応で難しいのは、弁護士ってね、昔はあまりね、そういう仕事には関わらなかったんです。ああ、はいはいはい、私はコンプライアンスを専門に してきたのが、まあ、2005年ぐらいからかな、もう検事退官して弁護士になって本格的に手掛けるようになったのが2006年ぐらいから、この頃はコンプライアンス専門弁護士っていうのが、まあ、いろいろいて、はい、私もまあその一人だったんですけど、そういったところに、まあ、危機対応とか第三者委員会とか、そういう調査とか依頼されることが結構あって、そういう時はね、大企業には必ず大手事務所などが顧問事務所としてついてるんだけど、はい、大手事務所はあんまりそういったことは直接やらなかった、はいはい、自分たちの領域外のような感じだったんですよね、そのコンプライアンス関連業務っていうのは。ところがそれがリーマンショックの、まあ、不況の頃から大手事務所も結構その仕事が少なくなって売り上げ減ったというのを埋めてくれたのが危機管理とかいう不祥事対応の業務なんですよ。非常にね、
大きな収益につながるんで、うん、そのことからどんどん日本の弁護士業界では不祥事対応っていうのがかなり大きな業務になってきた、うん、なるほど。ただここでね、一つ弁護士の業務との関係で難しい問題は、弁護士って基本的に個人の依頼者からいろんなことを頼まれて、そしてその個人の依頼者に対してできるだけ有利な方向で問題を解決してあげるっていうのが通常なんです、なるほど。その企業からの依頼も基本的にはその経営者とか担当役員の人からいろいろ頼まれる、はい、その人が気に入ってもらえるように、うん、気に入ってくれるように、うん、利益を図るようにやってあげれば、うん、まあ企業の利益とも基本的には一致してるじゃないですか、普通は平時は、大体は、はい、ただ不祥事っていうことになると、うん、必ずしもそうはならないんですよ。なるほど。だって重大な責任のある、ね、経営者、うん、担当役員は、うん、企業の利益を守るためにはその人たちは逆に責任を取ってもらうと、うん、そうですね、いうことも必要になることもあるわけじゃないですか、うん、で非常に難しい対応になるんですね、そこは、まあ、企業を守るか社長を守るかみたいな、そういうようなことになる場合もある、はい、だからそういう時に通常の弁護士の感覚とはちょっと違うね、基本的なポリシーみたいなもの、考え方をこうしっかりさせてやらないといけない面はあるんですね。まあ、ただ一般的にはね、どうしても弁護士の対応っていうのはやっぱり依頼者個人に気に入られる方向になるのが普通だし、今回のケースもね、まさにそこがここまで危機対応が大変な混乱を招いた一つの大きな原因だと思ってるんですよ。でなぜかというと、一般的な不祥事事案と考えた時にはこの事案って非上場企業でしょ、ジャニーズ事務所って。で非上場企業の規模は大きくて非常に売り上げ大きいんだけども、その非上場企業の社長である藤島ジュリー景子さん、はいはい、うん、全部 100% 株持ってる。そうですね、うん、まず個人企業みたいなもんですよ。あ、そうですね、うん、とするとこのジュリー氏の意向に沿って、ジュリー氏のためにできるだけ有利なようにやってあげる。あ、はいはいはい、これがまあ一般的には当たり前の弁護士の対応になるわけですよ。やはりね、今回の対応を見てると、そういう方向で動いた、あるいはそういう方向で、ジャニーズ事務所側がジュリー氏の意向で動こうとしたのを、まあ、それでいいですよという方向でやったんじゃないかと思えるわけですよ。最初の会見、9月7日の会見、はい、社名は変えない、ジャニーズを残す、100% 株主、代表取締役もそのまま残る、残る、そして東山氏、まあ、息のかかったタレントを社長にする、みんなやっぱりジュリー氏の意向に沿ってるんじゃないかと思われるわけですよ。そうですね、はいはいはい、そういう意味では、出発時点ではそれは致し方なかったかなとは思うんですよ、従来の、ところがこの問題は、そんな従来の常識で考えられるような問題ではなかった。そうですね、もうどん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 批判が大きくなっていって、今国際的にジャニー氏がそういうとんでもない性加害を犯した、それと一体となったジャニーズ事務所っていうのはもう存在自体が許されないような状況にもなってるわけじゃないですか。そうですね、それでこの前2回目の会見でもうジャニーズっていう名前をやめますと、そして被害者に対する賠償保障をやったらあとは廃業しますという方向にまで持ってったというのは、まさにそういう批判を受けてのものですよ。そうするとその守るべきその会社っていうのが、そしてその守るべき会社の 100% 株主、何なんだ、なんかこう、パーッとこう消えてなくなっちゃうわけです。まあそういうことになりますね。そこが、じゃあ誰のために誰の意向を尊重して動いたらいいのかっていうのは非常に難しい、そういう事案だったところから、まあ、対応がいろいろこう迷走していった、迷走していったというね、じゃないかと思われるんですね。そこにこの問題の難しさがあったんじゃないかと。それがここへ来て急に反撃モードに転換してるということなんですけどね。驚くほどですね、ガンガンそのリリースを出して、でいろいろこうマスコミ側から批判を受けてることに対して反論をしてるわけですよ、ね、あるいはもう率先してこういう方向でやっていただきたいっていうのを出してるんですよ。まあ、その一つがこれ一昨日ですか、話題になりましたね、これ被害者と言ってる人に虚偽の証言の可能性もあるみたいなことを言って、そういうのをちょっとこう報道するときは気をつけろみたいな、そんなリリースですね、これ ね、 私もそのヤフーニュースの中でね、あの指摘していた
問題でもあるんですよ、うん、でというのはこの問題 の, その対応の困難さの一つが、うん、ジャニー喜多川氏がやったことはもう全く許し難い、うん、もう本当に犯罪そのものです、うん、でもそのジャニー氏はもういないわけですよ、うん、何年も前に亡くなってる、はいはい、だからそのジャニー氏自身を処罰することも、うん、制裁を科すことも不利益を科すこともできない、うん、今では、うん、でもその行為は許されないからジャニー氏と結びついていたジャニーズ事務所が今大変な批判を受けてるわけです。そうですね、はい、じゃあその加害者の当事者のジャニー氏っていうのがいなくなった状態で被害者の補償賠償をやらないといけない、うんうんうん、この事実認定ってかなり難しいだろうなと、まあ、ほぼほぼ密室ですからね、おそらくね、想像するとね、で一方の当事者がいないわけでしょ、うん、だから結局一方の当事者だけの話で認定しないといけないんですよ、うん、これは、ね、しかも裏付けになるものはほとんどないわけでしょ、密室で、まあそうですね、行為だけだから、はいはいはい、そうなるとね、一般的な訴訟、うん、裁判などでの事実認定では最も難しい局面ですよね、うん、だから例えばその全く裏の取れないようなことでね、うん、被害を申告してきて、しかもジャニーズに在籍したこともない、うん、まあ在籍してなくたってあのジャニーズに、ね、北川さんにやられた、ジャニーさんにやられたってね、でそのままほったらかされたというのだってあるわけだから、うん、それももちろん可能性は十分にある、うん、でも認定ができない、なかなかその自信持った認定はできない、うん、これに対してどうするのかっていうのはものすごく難しい話になるということは、うん、ヤフーニュースでも書いてるんですよ、うん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 、でそれをもろにですね、うん、その難しさがこのコメントに現れてるって言えばそうなんですけど、うん、問題なのはそれは考えてみたら確かに非常に難しいから、うん、中には虚偽じゃないかと思える事案もあるかもしれない、うん、でもそれをジャニーズ事務所が言うかって話なんですよ、うん、そこですよ。あとね、僕すごい気になったのはね、つまり虚偽の申告をする人がいると、うん、本来被害者救済に使われるべきお金がね、そういう人たちに使われ渡りかねないっていう、この言い方って子供たちにっていう、あの言ったじゃないですか、命が子供たちが見てるじゃないですか、ルールを守ってくださいよっていう、そのあたかも誰も批判できない子供っていうものを前面に出して自分たちの行為を正当化してるっていう、そのロジックがそのまま使われてるんですよ。だから被害者に対する救済を妨げるって言って、妨げる、それはもうなんか財布の中身を一定って考えてるから、もうやれることに限界が出てきちゃうって話なんですよね、うん、そうそう、僕はね、郷原さんの今の説明を聞きながら考えたのは、うん、全部払えばいいじゃないですか、申告があった人全部払えばいいじゃないですか、あの人たちいくら持ってるか、うん、莫大な売り上げがあるって聞いてますよ、うんうんうん、でもちろん資産、これまで貯めてきた資産が、うん、いくらあるのかちょっと分かりませんけど、うん、それは多少そういうのが混ざってもね、ただそこにね、いやさすがにね、こういう明らかに虚偽と思えるようなものは払うのは適切じゃないんじゃないかという意見が出てくるのが分かる、それは今そのなんか裁判官3人からなる被害者救済委員会とか作ってるわけでしょ、その人たちの判断に任せてるって言ってるわけでしょ、うん、はいはい、その人たちの判断に任せてるって言いながら、自分が自分はでもこれは虚偽だからこれ困りますよと、こんなものは取り上げないでくださいよっていうのはちょっとまず矛盾してる、それ自体全然矛盾してますね。それって結局その裁判官経験者の人たちの心証でいいじゃないですか、まあ、まずはそこに委ねるべきだし、そうですよね、少なくともジャニーズ事務所がこれを直接こうだあだと言ってコメントするのはこれはもう反発招くだけですよね、これがまず反撃の第一弾みたいな話だった、うん、まあまあ他にもあったけども、はい、それから今度新しく出たやつですね、もう昨日の漫画の中に出たの、これ、うん、NG リストの外部流出事案に関する事実調査について、これまずタイトルが、うん、外部流出事案、外部流出事案こういうタイトルです、これ外部流出事案なんですね、この問題っていうのは、つまり NG リストは内部のものだったっていうことですね、そうだから今回の問題っていうのは、会見がああやって炎上して不祥事になったのは、うんうん、NG リストが外部流出したというよくあるじゃないですか、情報漏洩も、はい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 、それによる被害者だって言ってるわけです、自分たちは被害者、その事実調査を行ったところで最初のところに書いてあるんだけど、めちゃくちゃずれてる、一部の者が心身の不調を訴えているため現在
まだヒアリングが実施できておりません。この後見ていくとね、この一部のもののヒアリングができない人、この人たちが一方的に悪者にされてる感じがあるんですよ。つまりもうトカゲの尻尾切りですね。あ、表に出る立場の人、この、まあ、弁護士ね、木村弁護士とか、あの山田 CCO とか、あるいはジャニーズ事務所、それから FTI、コンサルティングの社長、代表家、野尻さんという人、こういう人たちは知らなかった、自分たちは責任がないと、で結局やったのは全部この心身の今不調を訴えてる人、という話になるんですよ。でそういうような話だということで事実調査の結果がこうやって公表されてるんです、記者会見の直前に会場で FTI 担当者にてジャニーズ事務所や西村朝日の了解を取らないまま、独断で作成して共有したものだった、そういうことなんです。だから心身の不調を訴えちゃってるわけですよ、ここまで言われて。これだから NG リスト、まあ、作成事案ですよね。そう作成したことはそれほど問題じゃなくて、流出したことが問題だっていうことをあえて言ってるわけですね。でね、これ一体誰がね調査して、誰がこの文章を書いてこういうリリースを出したのか、これはよく分かんないんですけど、これ見るとなんか山田正幸チーフコンプライアンスオフィサーがヒアリングをしたっていうんだから、この人が書いた、調査してその結果をレポートしたみたいに見えるんですけども、ちょっとかなりねお粗末なんですよね、だから中身が、この NG リストに写真入りと写真なし2通りあって、最初に配られた9月30日の打ち合わせの時に配られたものはこう写真なしリストだったというんですね、写真はついてなくて名前だけがこう書いてあったものが配られたんだけども、その配られたものが枚数がね少なかったから一部にしか行き渡らなかったということが書いてあるんですよ。結局急遽一部の参加者に対してのみ席上を配布した、この写真なし記者リストは、資料の枚数が足りず、参加者全員に行き渡らなかった、そのため山田 CCO および西村朝日の弁護士には個別に配布されず、2、3名で1枚という割り当てだったため、山田 CCO および西村朝日の弁護士は当該資料を見ていない。そのことありますか？いやね、これ CCO ってのはチーフコンプライアンスオフィサーで一番重要な人じゃないですか。でしかも個別に配布されず、2、3名で1枚だったっていうのは、一応でも2、3名に1枚あったんでしょ、あったね。だからそのうちの見てる人もいるし、みんなでこう前足読みしたわけでしょ。普通偉い人から見せますよ。そうそれで、ところが西村先生弁護士は当該資料を見てないって書いてあるんですよ。その前に2、3名で1枚という割り当てだったって書いてあるんだけど、2、3名に1枚あったものを誰も見なかったと。しかもその後に今度こう書いてあるんですよ、このやり取りと相前後して木村弁護士を含め他の会議参加者からも指名 NG 記者リストに記載されている記者等であっても指名して質問に答えるべきだという趣旨の指摘が相次いだ。これ見てないはずなんですよね。これ見てないのに、指名して答えるべきだと。小原さん、これ嘘ですよ。ちょっとまずいでしょ。これね、どういう人をね、どういうものなのか、このリストも見ない でどういう趣旨で書いてるのかも全然ねわからないまま、でも答えるべきだ、答えるべきだとこうみんなでね大合唱になったと。異常な雰囲気ですよね。まあ、NG リストは外出したけれども、その西村朝日の弁護士や命はみんないい人だったって。そうで、それだけじゃなくて、もうみんな答えようよって言ったのに、このそれなのに FIT 担当者にて了解を取らないまま独断で、とんでもないやつがいた。こいつ悪いやつですね。ものすごい悪いやつ、こいつ、ね、分かってたはずなのに、みんながね当てないといけないって言ってたのに、こいつ一人のせいでジャニーズ事務所も西村朝日法律事務所もみんな悪者にされてしまったというですね。これはまずいでしょう。すごいですね。だけど小原さんね、こうそもそも考えてみると、ジャニーズからその発信される情報って基本嘘だったっていうことが今証明されてるわけじゃないですか。そう、あらゆるレイヤーで。そうで、そもそもそのジャニー喜多川さんの性加害がなかったっていうことを、大昔も裁判所で何度も主張してたわけじゃないですか。そう
BBC があって、あのカウアンさんの記者会見があった後も確認できないとかし、亡くなってるから、そうそうそう、で知らぬ存ぜず、でずっと言ってきた人たちの反撃ですよこれ。そもそもがそれ。これそもそもが。そこですよ。すごいですね。大丈夫なんですか。ちょっとね、通常ねここまで批判非難されてる側の反撃って珍しいんですよ。いや私一回やったことありますよ、はい、不二家の信頼回復たちだけ、はい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 、マスコミバッシングに対して反撃で TBS、はい、見守ったなさずば徹底的にやった、ね、いや あの時は本当に顔なし捏造、はい、インタビューの映像というその攻撃対象があって、それで反撃をやった。でも、はい、通常はねよほどのことがないと反撃はしない、うん、そういう状況 でそれにしちゃちょっとお粗末すぎるんじゃないか。うーん、これはねこの反撃はかえって火に油を注ぐことになってしまいはしないかと。これも新たな危機対応の、まあ、失敗ということになっていくんではないのかと。これは間違いなくね後世 その危機管理とか危機対応の失敗事例としてもう語り継がれますよこれ。多分、ね、教科書に載りますよ。すごい分かりやすい失敗の積み重ね、ね、それを検証しないといけないでしょうね。どうしてこんな失敗をしちゃったのかということを。今のところまだ全然その真相が十分にね、うん、説明されてるとは思えない、ね、多分これからもですねこういう炎上がさらに続くんじゃないかなと思いますので、その都度また郷原さんの解説を聞いていきたいと思います。それではまた次回。